49.6 の×。梨の被害状況を調査しているのは、県の農林水産部や富山市の職員です。呉羽地区では4月10日と11日に霜が、4月18日にはあられが降った影響で受粉が進みづらくなったり、実が傷つくなどの被害が出ました。これはひょうあられで、果実にぶつかったものがですね、今このような深い傷になっているということなんですけれども、治りきらない可能性もあるということで、今回の調査の中では、こういったものは出荷できない可能性がある果実ということで、×という判定をさせていただいたということですね。調査は今日からおよそ1週間続き、130ヘクタール、370の梨畑を巡回します。今日の調査では、山手ほど被害は少なく、平地の畑の方が被害が多いということが分かりました。被害を受けた農家は。やっぱ今年ひどいですか？ひどいです。これに、劣化が入ります。っていうふうに思うと、ますます減るから、不安の材料が増えるばっかりですね。わし込んで50年ほど農家しとるわけですが、こういう大きな範囲での霜の害というものは経験したことがないというふうに思います。品種によってはゼロほどの品種もありますし、できておったら3割以下ほどかなと思いますね。県の支援なり市の支援なり、いろんな支援をいただきながら、ここを守っていきたいというふうに思っております。